はい、こんにちは、ショウです。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやってきます。シーズンもね、もう終盤になってきているので、順位をとにかく上げていきたいという感じなんですけども、これどうしよっかな。ピクシーは絶対持ってきたいかな。カバー、ウーラオスって両方いるから、ピクシーは欲しくて、神剣を受けるのにエアームドが必要で、サンダー考えるとバンギってなるんだけど、このサンダーだとさすがにレヒレがちょっと苦しいかな。まあ、スカーフトリック前提であればピクシーにが火炎玉を上げれてレヒレがいつか死ぬためなんとかなるんだけど。で、ポリッチちゃんもまあピクシーでおそらくなんとかなるはず。いやー、ただドヒドいた方が、これは安定感あるな。ただピクシーを選出に絡めるのは、超重要だね。これはおそらく。で、ピクシー、ドヒドムド。いや、いくらなんでもサンダーそれ舐めすぎなんだよな。いや、ピクシーない選出は考えられないから。ピクシー、ドヒドイ。あ、待って、バンギまで確定。いや、剣考えたら無道だな。多分だけど、カバ剣、サンダー、ウラオスのあたりで選出してきて、カバルドも絶対絡めてくると思うんだよね。だからその辺で、まあどうこうみたいな。カバ投げるよね、受けループに。カバルドン入れてて受けループに投げてこなかった人さ、見たことない。おっか、カバルドン。初手はこれで全然 OK で、即引きをしてくるのか、まあステロとかで場作りしてから、引いてくるのかなんだけど。まあ、一回殴っていいか。うんぽで。多分ね、すびきはしてこないんだよね。最初のターンって火炎玉見えてないから。ステロから入ってきた。で、これでピクシー焼けてて、封じてるわけだから、ここトリックでいいと思うんだよな。ここで裏に多分トリック入るんじゃないかな。カバルドンこのまま。さあ、ステロだけ巻いて死ぬんだったら、あまりにももったいなくて、こっちの、サンダー選出してんだったら、バンギが苦しはずで、バンギに引ける駒として、そうだよね、残してくるよね。オッケーオッケー。サンダー。これでサンダーの持ち物、確認できる上に焼けんの、めっちゃでかいな。ドヒドいないから別にどうせ毒にできないし、これでいい、と思う。くちばし。オッケー、これでサンダーに、両方入るでしょ。あ、ラスト神剣行っても大丈夫。この選手だったらレヒラで多分普通持ってこないんだよな。崩しにあまりにもならなすぎるから。って考えると、ラストが、まあおそらくウーラオスか、神剣なため、ピクシーと無道大事に行けばいけるかな。だからまあ3、いやまあでも弱砲でもないし、くちばしはさすがに耐久型、っていうかその、なんていうの、鬱陶しいやつじゃないから、まあ、基本的にロックブラ連打で、火傷と砂絡めて、まあ、押していければいいかな。OK、ボルチェンはないね、多分。混乱しないでね。OK。まあ、そもそもこれ当ててるだけで、あれだからね、運が決して悪い状態じゃないからね。そこで、さらにね、混乱なんてそんな、やりたい放題できるわけがね、ないでしょ。で、これで引っかれ、突っ込んでくるのも構わないし、引かれるのもいいから、ステロ巻ける。いや、結局ね、サンダーを役割対象にしてるポケモンがステロを巻くから選出がまとまるのであって、僕、エアムド2枚までステロ入れてて、それもね、めちゃくちゃ負けるタイミングが、無道のがあるから、強いんだけど、結局サンダー入りにね、役割対象がいなくて選出ができない時に、ステロなしでサンダーと戦う羽目になるから、それが、結構気がかりだったんだよね。だからまあ、バンギーが竜枚ない分、ポリツーとか耐久ぶりの系の駒がめんどくさいんだけど、耐久ぶりのサンダーのさ、なんか弱光とかああいうのが結構鬱陶しいんだけど、まあそれでも、まあ強い人ってか、結構上位、3桁以上で戦ってる人がさ、サイクル寄りですごい強い構築が多いイメージなため、これでいいと思うんだけど。で、相手の裏をどういじめていくかなんだけど、ピクシーに対して相手サンダーに引いてるわけだから、おそらくね、神剣もいないんじゃないかな。
相手怠けるスッテロあくび自身のやつだと思うけどな。浮いてる身代わり持ちを気にしないのであればその方がかばるのが一番強いはずだから。はいはいはい、ここ二瞑想していいかな。あーまあ二瞑想でいいか。サンダー出てくるにしても瞑想2回押してるわけだから大丈夫で。はいはいはい、まあ先に2回瞑想しちゃえば。でステロも入るからさ、ここサンダー羽絡めないとダメだと思うんだよね。まあ羽絡めないんだったら死んでくれるからそれでもよくて、まあ1回ムンフォで脅かしてやるか。いやウラをすること考えるとピクシーの体力管理しなきゃダメだな。そっちの方が重要だったわ。回電波持ち、まあそれはいいかな別に。ピクシーのヒットポイント管理できて、ただこれカバルドンもサンダーもどっちも回復するからあれだな、殺しきれる展開にならないから。まあまあとりあえず万撃か。多分これ羽暴風回電波10万か放電だと思うんだよね。もう一個の技、カバルドンがうっとうしいな。こうなると回電波持ってたか。特殊受けも兼ねれるのいいよな。上からさ回電波叩き込めるわけでさ、そのサンダーもなかなか魅力的だよね。ここはさすがにまあカバルドン引かれるとしてもロックブラでよくて。いやこれただね、ピクシーが2瞑想にサンダー繰り出してこっち即万儀引きで相手が回電波打ってた時がきついから、まあなんやかんや押してけんじゃないかな。カバルドン対面で割と積極的に攻撃技打った方がいいかもね。アッキー、まあ、このアッキも一回限定のアイテムだから。ただまあ怠けられるから結局同じだけど、回復するから。これはまあ割と長い試合になりそうだけど、万儀のヒットポイントを確保しなきゃいけなくて。いや、こういう展開になるとな、やっぱ万儀守るあるのが、めちゃくちゃ便利に感じるな。これで、ピクシー引いてよくて、自信。いやただこれピクシー結局最後下から動くわけだから、割とあれだな、コムンフォでよくて、まあ瞑想を考えて即引くよね。あー剣いんのか。あー最後に嫌なのがいたな。ここ瞑想押せたのはただ美味しいかな。あ、瞑想じゃない、ムーンフォースターンは一発削れるからオッケー。このシーダウンはまあ別にどうでもいいんだけど、光合成とかがない限りは TOD の展開になればこっちが勝つ。オッケー、戦術は完璧に戦術は勝ったつっても、まあレヒレがやばい方でいた場合ぐらいだけどな。これできついの、超絶瞑想だけどね。あー、スカーフもきついか。まあでも火炎玉持ってってくれるから、まあそんなにかな。ダイマ切ってくる。で、こっから相手ピクシーの、ムーンフォースが地獄なはずだから、神剣はこのサイクルでしか動けないわけで。本当だったらね、こいつに火炎玉あげたいとこあったけど、まあ、ピクシーに出てきてくれるわけもなく。大草原。一番安いタイミングで繰り出したね、運動。これあったら安定行動だけでいきたいな。回復しちゃう、玉ダメを。羽を押してヒットポイントを確保しておくのが重要か。こう殴られる。
木の実食うからプレスでいいな。ラックルだよね。で、紙剣ここで削れば、ステロプラス、なんか万儀でもピクシーの攻撃技の死ぬ圏内まで押し込んでおけば、引けなくなるから、あ、死ぬなら OK。無道のプレスやっぱ強えな。無道毒毒なくなったのはね、マジで痛いんだけど、プレスが強えのが強えわ。OK、こっからはあと後出し的に全部ポイポイ投げていけば、時間使って勝ちかな。はぁ、いい。マジででもね、勝てる流れが来てるときは、戦術策に勝てるからね。まあ、さすがに高3だと思うけど。まだ続けてくる。まあ、サンダーの追加効果で、バンギ殺せれば相手まだワンチャンあるか。ああ、まあ、ああ、まあでも、川にピクシー投げたタイミングで、要塞化して、ずっとなんか、じーっとしてれば勝ちかな。まあ、ヒール。な、ちょ、雲行き怪しくなってきた。雲行きが怪しくなってきたけど大丈夫？こカバンに引いてくれるんだったら、まあ、まず負けなくて。いや、でもこっちダイマックス残ってるよね。それを考えると、明らかにこっちが有利だと思うんだけど。ここは6ブラでよくて、羽かな？まあ、フィールドあるし、羽安定か。だサンダー羽して回復してる間は、バンギもガンガン回復してくからね。あの、床と残飯で。6ブラをなるべくいっぱい当ててサンダーを苦しめてほしくて。バンギをね、リュウマイはね、裏のカバルドに無力なのがちょっと、って感じだった。そこだけはちょっと残念なんだよね。だからまあ、サンダー単体でうにょうにょしてくるやつには、めっぽ強いから。すげえ好きだったんだけど、まあ、ステロ負ける。のは偉いかな、どう考えても。相手これフィールドで回復するのうぜえな。6ブラ連打でよくて。相手も諦めずに勝ち筋追ってくるね。外す。お前本当に命中90か ?6 ブラ。内部データ違うだろ。85ぐらいだろ。もうちょっと低い気がするけどな。まあ、バンギほぼ満タンになったから、割と怖いもんなしかな。まあ、だんだん徐々に押されていくのがきついっちゃきついんだけど。プレッシャーでもないから6ブラいっぱい打てるし。10万。このタイミングの6ブラむっちゃ入るからね。急所。オッケー、動くの偉い。できれば、致命傷を与えてほしい。もう2発。頑張れ頑張れ。もう一回もう一回。ふっ。オッケー。これでまあ、はい、5発偉い。めっちゃ偉い。いや、サンダーこれでもまだワンチャン残せんの、強えよな。バンギラス無双だわ。いや、言うてピクシーが強かった。まあまあまあ。使ってるポケモンがさ、僕だけなんか変わんなくないか？あの、鎧のことから。だって、誰一人として、なんか新しいポケモンいないけど、僕だけなんか鎧のことにまだ、囚われてる人間になってるけどね。まあ、高3でしょ。はい。お疲れ様です。じゃ、もう一戦行くか。はい。じゃ、そのまま続けて2戦目やっていくんですけど、2戦目をやるまでの間にさ、もう、死ぬほど負けまくって、もう今日は終わりっていう気持ちなんだけど、2戦目やりますって言っちゃったからには2戦目を撮影しないと終われなくて、相手の人は5桁だったんですけど、対戦します。勝っても負けても、これを動画にします。ボルトロスとヒードランがいるので、ポリゴン2を投げて、ピクシーがいる。ポリピクシーやっと1だな。無動。いやでも無動投げて、ミスウラオスで全滅するんだよね、こっちは。ピクシー無動、
これ、いや、これしかないな、さすがに。海流。いや、ちょ、アクーラオスの圧力がエグいけど、全然水にも見えるよ、このウラオス。もう、さあ、どうしたらいいの。やばい、ちょ、もう、戦術策にしかなってないから勝てねえんだよな。ドヒドを持っていったとして、いや、いけるイメージが湧かないな。まだなんとかなる。で、初手多分ボルトかドランなんだよね。どっちもポリツ引きから入って間に合うから、それでよくて。ドランから来た。ここに、ポリツ引ける方がいいな。とりあえずさっさと、ポリツーに引いて、まあさすがにここ相手多分ラスカかなんかと思うけど。まあでもマグストだったらワンチャン即試合を終わらせれるチャンスがあるからね。いやまあでもバンギ引くこと考えてもまあラスカだろ。オッケー。無料で出したね。で、放電をいって、なあ、挑発撃ってくるんかな。まあ、とりあえず放電でいいね。ボルトは引くの見てから、レイビーで撃っちゃって、まあ、なんとかなるから。ドランになるべく放電の回数稼いで、まひらせないと、ポリツで浮かんないから。ああ、まあまあ、殴ってくるよね。どっかで挑発が飛んでくるから、なるべく放電を我慢して押さなきゃいけない。いや、だからね、このあたりね、引いてきそうではあるけど、トラダでいいな、一回。ボルト引くんじゃない？引いてない。まあ、挑発のターンだから。で、コールならコールで相手溶かすために、一回、マグスを打たなきゃいけないから。ああ、まあ、なんも起きないけど。ああ、引いてきす、まあ、放電しかないな。いいようにやられてんな。ボルトロス。あー、ボルチェンかどうかだけど。たくんでくるんかな。いや、ボルチェンなんだったら、こう、ダイマ切りたくなくて。ボルチェンだと思うけど。たくまないでしょ。ボルチェンのその、スカーフかメガネの、そうだよね。オッケーで。まあ、ドランあたりに引くんかな。凍らして。凍らなくて。ここは放電押すしかないね、さすがに。で、ボルチャーレットは多分たくんでこないから、あのボルトロスはポリッツーで多分見れてるやつだと思う。ちょ、まひってそろそろ。そろそろまひって。オッケー。オッケー。まあ、こっから霊廟した方がいいな。挑発が切れるたんにこっちは再生を一回確実に押せるわけだから、まあ、ラスカ2発ぐらいやったらそんなに苦しくないはず。ああ。これ D ダウンがだいぶ苦しいけど、いや、放電でよかったかな。余計なことしたかな。ボルトが、ボルチェンの方って分かってる以上あれか。いや、ちょ、D ダウン引いた。まずいな。とりあえずここ上から動けるから、再生でよくって。再生でよくって、引いてくれた、ここボルトロスか。はいはいはい。ただヒードランが別にもう脅威ではないから、あそこまで削ればさ、別に無動のプレスでもいけるもんな。再生でいいね。10万。まあ、D 下がってるから結構。あ、メガネかこれ。強えな。メガネはまずく
まあ行くか。大魔切ってない。でこっから10万2回耐えるのと、大魔切ってくるんだったらザゴになるから余裕でって考えると、このルートで良さそうだけど。でドラムさえ処理してしまえば、まあ裏引いてポリッツ投げ直して回復し、あーじゃあその D ダウンをリセットするみたいなこともできるから、それでいいと思ってるけど。届かないか、届かないか。あられで、あ、木の実だろ、木の実じゃない。オッケー、ボルトロス処理できた。いけるぞ、いけるぞ。今シーズンは僕はもうこの5桁の人に勝って、うおーっつって気持ちよく終わるからね。ちょ、もう無理だ。本当に今シーズン勝てない、マジで。なんか、最終日付近に、ちょ、革命的な構築がね、思いつかない限りは、勝てないと思います。ドラン出てくる。ドランの上からこっち再生押せるわけだから、サンダー打っていいね。だいま切ってくるんかな、切っては来ない。まあ、そしたらサンダーサンダーでドラン取って、ラストをどうするかみたいな感じになると思うんだけど。ポリツー捨てて平気だったよね。まあ、ポリッツいないと勝ってないポケモンはいないから。ここサンダーでいいよね。ヒードラン倒す。急所は無駄急。ラストが誰か。神剣。ただ、相手視点はここ殴んないといけなくて。ただ、ポリッツ殺されちゃうと、だから、あ、無動引きでいいんかな。だいぶないから、神剣無理なんだけど。なんかちょっと優しい行動、優しい行動してきて。だいぶ切ってくる。いや、まあ、でもナックルをされて、ポリッツ殺されて A2 ランク上がるよりはマシで、なんか上がるよりはマシで、ナックルでしょ、さすがにナックルだよね。次のナックルも耐えそうだけど、うん、耐えたところで感だな。ああ、聖剣があるから、いやもうこれ神剣無理じゃない。ちょ、神剣どんどん強くなっちゃうよ。木の実と再生で、いやープレス一発でさすがに取れないよな。やばい、もう勝てないよ。これしかないよな。ああ、神剣も無理だし、もう。なんも、もう全部無理じゃん。もう、もうジャンボを入れてもさ、ダイジェットで殺されちゃうしさ。このプレス
で、いけるにかけるしかないんだけど、聖剣、めっちゃ入るなぁ。ちょ、お願い。勝てねえよ、もうマジで。今シーズンはお疲れ様。でも、動画を撮るためにさ、明日からもさ、一応やらなきゃいけないんだけど、どうしたらいいの？